豊野町、豊野町は、大阪府豊野地域に位置する町。本校では、調整前の名称である東野瀬村についても述べる。大阪府北西部、京都府と兵庫県の接点に位置する。また、北摂山系の中にあり、標高が高いことから隣接する野瀬町と共に、大阪の軽井沢、あるいは寒冷であることを強調して、大阪の北海道、大阪のシベリアなどと称される。 該当する地域、東南部一帯の標高は400メートルから600メートル程度に位置しており、大阪府中心部より外して摂氏3度程度は気温が低い。また、北雪山系に含まれることから、冬季はバスが運休するほどの降雪に見舞われることもあり、温度は氷点下になることもある。一方、西地区一帯では標高200から300メートルであり、 東地区に比べて、降雪量が少ない。町域のほとんどが、旧両政国の設置国であり、旧野瀬郡であるが、高山地区は、旧三島郡清谷村から編入された地域で、あ、旧島毛郡である。また、牧、寺田両地区は、京都府亀岡市から編入された地域であり、旧丹波国総殿郡である。町域は妙見山山海。 妙見山、光明山、天台山を隔がて西地区と東地区に二分される。元は西地区は吉川村、東地区は東野瀬村として独自に発展してきた。妙見山は標高660メートルにも上るため、西地区と東地区は未だに町内だけで移動できる道路がなく、以前は最短ルートを通っても初、谷川の渓谷沿いを上って清滝から、 野間峠に降りるか、吉川峠から、天台山を経て、川尻へ抜ける等の参道ルートのみであった。川西市黒川、野瀬町、野真中、野間峠を経る国道477号不動4号605号ルートで、あれば、府県境を越える道のりとなる。このように、野瀬町と兵庫県川西市の二つの他の市町を通過しないと行き来ができなかったが、 2007年5月30日に開通したとどろみ東西線の開通により、見直しを通過することになるものの参道の峠越えは解消され、大阪府域のみで通行することが可能となった。なお、西地区の生誕、旧吉川大和田方周辺は一子ダムの一部に属する。西地区は鉄道で市街地に出ることができ、道路も市街地までの参道区間は、 比較的短い。東地区は鉄道がなく、道路も比較的長距離の参道走行をしないと市街地に出ることができない。また東地区南東部の鉱山地域は隠れキリシタンの里としても有名で、高山右近の生誕地でもあり、東地区の隣接地域である茨城市仙台地地区には隠れキリシタンの資料館、茨城市立キリシタ仏資料館がある。また、 高山地域の一部は、北雪霊園の敷地内となっており、また将来開通する新名新高速道路については、この鉱山地域南部をかすめる程度で通過する。東地区は、美濃市、戸どや茨城市、宮山、人情寺、社作など、亀岡市東別院長、西別院長などと広い範囲で、つながりが深い。西地区は、川西市とのつながりが大きく。 川西地区の開発、発展の恩恵を多大に受け、とどろみ東西線の開通により、見直しとどろみ、森町とのつながりも持てるようである。また、吉川地区との世町は、国道477号を通してつながっている。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、8.16%減の2万1976人であり、 増減率は、深十三市町村四十二位、十二、行政区域中十一位。西地区吉川、時和台、東時和台、甲府台、新甲府台。旧吉川村の区域であり、昭和初期までは、吉川、上野町、中の町、下の町の各集落及び安行北に集落から構成されていたが、高度成長期以降、 住宅地が造成された。野瀬電鉄によって時和台、東、時和台、日本機械土木、その後奈良建設計阪神強発に社名変更。現在は特別生産によって高風台、新高風台が開かれた。なお、妙見口駅周辺の吉川は市街化調整区域に設定された口化されなかったため、旧村地区の性質を保っている。文化、生活圏は、 乗せ電鉄が走っているため主に、川西、兵庫県依存型となる。そのため、同じ大阪府内である池田屋と夜中、大阪市内、のせへ行くときは、一旦、兵庫県内、川西市域を通るルートが、初的であるが、府内主要地へは2007年5月に開通した、とどろみ東西線及び、未納有料道路、未納グリーンロードの開通により、所要時間や距離は大幅に短縮された。 水と緑の健康都市、美濃森町の町開きに伴い、とどろみ東西線が開通されたことにより、長年の懸案であった町内東西領地区の分断は大きく緩和されることとなった。東地区よや野間口、牧、桐畑、寺田、川尻、木台、希望が丘。町役場がある余りのを中心に発展してきた地域。東地区の北部に位置する牧、寺田地区は、 亀岡市から編入された。希望が丘地区は、大和団地、当時によって作られた住宅地。中心地である余りのからは、東西南北への道路網が存在しており、文化、生活圏は主に、池田、亀岡、茨城、千里中央と幅広い。そのため最寄り駅も乗せ町同様、町外の各駅になっている。また、美濃市とどろみ中学からの職場体験を受け入るなど、 周辺の山間地域との交流も盛んである。過去には、京都府亀岡市別院地区から公立上山高校、廃校、与野の通学を認めていたり、見直しとどろみ地区から、あまりのの豊野町立双葉保育所への通園も認められていた b r 希望が丘の詳細は、北大阪ネオポリスを参照。なお、余談ではあるが、二人目以降のこの保育料は、町内無料である。 東南地区鉱山、北摂山系の中にある、中山幹部の地区。元は、三島郡清谷村に属する地区であったが、清谷村の他の三大技、佐保、泉源、仙台寺が、茨城市に編入され、大技鉱山のみ、東の瀬村、玄、豊野町に、編入さた。道路での町内多地区への移動は、見直しや茨城市域を一旦経由しなければならない。 棚田や野菜畑といった農業が主要な地区であるが、人口減少によって、鉱山小学校が廃校になるなど、地区の加工齢化が進んでいる。詳しくは、こちらのページを参照のこと。大阪府阿町村合併促進法、1953年、昭和28年に、制定に基づき、旧の瀬郡に属する奥の瀬六村、東の瀬、吉川、田尻、宇多垣、 統合西の瀬をを村とする方針を定めた。当初より段階的な統合を検討しており、その第一段階として、東、野瀬、吉川村の合併が考えられていた。1955年には、両村会議長が、府に対して、両村を結ぶ道路を作るか、野間峠に、新トンネルの建設を陳情している。しかし、急変切れの直前となる9月11日の会合で、 新村の仮庁舎をどこに設置するかで紛糾し、六村合併は頓挫。地村井の設置に関わり紛糾の元となった、東合村長は隕石辞職を表明し、合併から離脱した。残る五村は、十三日に協議会を開き東、野瀬、吉川村、西野瀬、歌垣、田尻木村が、それぞれ新、東野瀬村、野瀬村、後の野瀬町として合併することで合意。 期限切れ当日の9月30日に施行された。その後ものせ町、及び、見直しと合併構想を検討していたが、いずれも進展なく終わっている。合併による、新、東のせ村の成立以前にも1895年、明治28年には、東西連絡で、府県境合意となる部分である、兵庫県川西市黒川地区についても、 吉川村との合併話が持ち上がったが、見送られた。平成の大合併では、飛び地となる池田市との合併をも検討されたが不調に終わった。池田市との合併協議前は、美濃市と泥見地区と東地区の振興が深かったため、美濃市との合併も提案されていたが、この提案も取り消されている。各課の業務内容については、組織、各課の一覧も合わせて、 参照のこと。定数は14人。2016年6月20日時点での開発構成は以下の通り。2014年12月14日衆議院、議員選挙による当選にて選出される。鉄道路線が敷かれているのは西地区のみであり、いずれの駅も近隣住民や観光客の利用がほとんどであるため、中心となる駅は存在しない。役場のある。 東地区からの利用者は、阪急バス東、のせせんと豊野町リレービンの乗り継ぎや、デマンドタクシーを利用する。2003年4月現在、国道2本、主要地方道1本、一般府道4本、町道544本が走っている。また、町内のガソリンスタンドは2008年4月現在、すべて撤退しており、給油の際は、近隣市町に行く必要がある。 高速道路、国道を。不動2007年5月30日に開通した、美濃グリーンロード、とどろみ東西線や、2015年度に開通予定の都市計画道路とどろみ吉川線により、東地区西地区連絡及び、両地区から大阪都心部等への交通利便の向上が期待されている。ちょうど、 病研口の世線は2003年6月末までは、旧、京都交通の路線だったが、撤退、廃止に伴い、翌7月より、阪急バスに引き継がれた。系統番号はついていない。宿や、野瀬町近辺や倉垣、野瀬町から、神楽、野瀬町から、奥山内、野瀬町間では、西野瀬線と重複する区間もあるが、 西野瀬線のバス停とは別の専用バス停に停車する。また、ほとんど全区間で小型の簡易型バス停を使っている。また、2009年2月をもって宿や野瀬町、今西、野瀬町の末端区間が廃止となった。豊野町観光協会のサイトも参考のこと。市街地であるあまりの付近には寿司店や喫茶店、エマコーヒーコンビニエンスストア、 ファミリーマートとスーパーダイヤス等がある。他にも各集落に少数の小規模商店があるが、不足する物品等の購入は、亀岡や池田、茨城、美能などに買い物に出る住民も存在する。町内での物品購入について、美能森町官制により、とどろみ島財政を経由して、時和大地区の商店街等に向かうという選択肢も増えている。 2012年12月現在各郵便局には、ゆうちょ銀行の ATM が設置されており、豊野郵便局では、ホリデーサービスを実施。豊野町内の郵便番号は、以下の通り、詳細は、豊野町観光協会のサイトを参照のこと。東西問題とは、本町が、病件3階を境に、東西領地区が大きく分断されている問題である。東西両地区は、 道路では一度町域外に出なければ移動できないため、人口規模に関係なく両地区に、主要な公共施設を設置する必要があるなど、非効率なに拠点行政を強いられる、行政問題を宿命的に抱えている。丸は、本町扱い、またはより規模が大きなもの。1997年11月、豊野町と野瀬町で、共同運営するゴミ処理施設、豊野郡美化センター。 豊野郡の瀬町内に所在した。ないとその周辺で過去最高の濃度となる大沖新汚染が検出された。野瀬町は汚染された。周辺土壌、約9000トンを、豊野町は施設内の汚染物質、ドラム缶約4300本に封入の処理を分担することとなった。当初、名元利政町長、当時は豊野町木大地区に、 オキ基ン無害化処理施設の建設を予定していたが、機内に隣接する希望が丘地区の自治会、会長、湯浅光夫後、町議会議員を中心に、猛烈な反対運動が巻き起こり、デモ運動も起こった。これに対して、奈伝町長は、関係のない新しい住宅地の人が先に騒いでいる、と発言し、計画の白紙撤回を求めている希望が丘自治会を批判した。 その3ヶ月後に行われた町長選挙で処理計画の白紙撤回を公約に掲げる草加栄子、前町議会議員が反対運動の追い風に乗り当選した。白紙撤回の意味には、のせでの現地保管、無害化処理を期待する人が多かったのだが、町長に就任した草加栄子は、早々と豊野町内で、機台以外の場所での汚染物質の保管、処理の道を模索しじめた。 これには、選挙で、草加新町長を支持した人を中心に、公約違反との批判が噴出する結果となった。2001年、草加栄子町長、当時、伊カ道が汚染物の保管計画の予定地に選定したのは、周りに民家がない西地区の初谷川原流域で、あるが、これにも激烈な反対運動があり、反対の署名は、約5700名に上り、 川尻自治会、野間口自治会より反対の請願が提出され、議会はこれを可決。住民訴訟まで起こった代表、藤田隆イコール後、長議会議員。これにより、草加町長は初谷原流域での汚染物、保管計画を撤回し、汚染物無害化処理施設の建設を別地に求めることとなった。2003年になり、処理施設の予定地に選定されたのが、 初谷川とは、光明山を挟んで、反対側に位置する川尻の共有林での計画であった。ところが、これも地元自治会に、門前払いされ、早期に計画は挫折することとなった。その次に、草加栄子町長が予定地に選んだのは与野であった。この建設予定地が、教育施設に近く、子供たちの安全を脅かすなどとして、 地元でまたもや猛烈な反発が起こり、与野自治会会長が解任される騒ぎまであり、混迷は止まらない。ここに至って、草加栄子町長は、豊野町内での汚染物の保管、無害化処理計画を諦め、野瀬の現地での処理を模索することとなった。その後、休備化センターのあった野瀬町の山内地区との、現地処理の和解調停が成立し、事態は、 解決に向け動き始めたが、最終処理までの技術を持たないクボタを処理業者に指名してしまったため、さらに混迷は続くこととなる。2008年から就任した池田伊佐夫町長は、当初、県外処理を模索するが、最終的に基田地区での処理を進める。2012年に行われた町長選挙で田中隆一町長が誕生し、それまでの方針から再び変更される。 2015年、福岡県の三池精錬株式会社が約1億円で無害化処理をする契約が成立し、2015年8月9日にドラム缶198本が搬出されたが12月になっても処理は進んでいなかった。その背景には一度搬出された一般廃棄物を三池精錬株式会社から産業廃棄物として搬出すれば、 基礎自治体に通知しなくても安く処理できるという話が浮上し、処理ストップがかかったことが理由とされている。2016年2月、豊野郡環境施設組合が、三池精錬株式会社に廃棄物を引き取りに行き、新たに9650万円の処理費用を支払うも処理されず、関西環境建設株式会社と、その関連会社で産業廃棄物として、 処理をしたことが公表された。2016年8月に、神戸市の許可を得ないまま、同市西区内の産業廃棄物最終処分場に持ち込まれ埋め立て処分されていたことが明らかとなり、神戸市は、豊野郡環境施設組合に対し、抗議の上8月10日までに撤去する、要要請。豊野郡環境施設組合は、兵庫県の川西市に近い町西部の山林に、 仮置き場を設けたが、周辺住民らの反対で搬入を断念。期限を31日に延長してもらい、豊野町の町誘致を2ヶ月と期間を限定し、仮置き場とすることで町民の了承を得て、8月31日に搬出を完了させた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。